もうその頃は外に出たらいかんっていう話だったですよね。パロ八郎君がもうこのちょっと裏手の方がこう山になってたですよね。そこに八郎君があの銃を持ってうろうろしちゃって、昼間出とったら撃たれるぞっていう話だったんです。わあそこは切迫したんだなとは思ったんですけど、それからじゃないかな、放送があるからつまらない、ガガガガ出てわからなかったんですよ。そしたら将校がですね、立ち上がりから知った人やったっていうの、その将校が鳥はちょっとちょっとちょっとで、はいって言ったら、実は終戦になったぞって、でこれはあのまだ兵隊に言うな、言ったら混乱してしまうからって、絶対に言うなよって、後ではっきり分かるからって、はいって言って、その時に初めて、あやっぱり日本負けたんだなと思ったんですね。帰れると思ったんですよ。うわまさかね、生きて帰れるとはもう本当に思ってなかったからですね。いたんですよ、終戦になってからこの練習機、救急高連高等練習機ですね。あ色はこんな赤い色のあクザですけど、終戦になってからこういうの私見たんですよね。終戦になってからうわーんって飛んで、俺終戦になってから飛ぶ曲があるやろかって思ってみんな、なんだなんだなんだしと言い合うちにまた一機バーッと飛んでいったんです。結局2機飛んでいった。それが後で話聞けば、最初に飛んでいったのは助教だから階級は軍曹か、それから2番目に飛んでいったのはあのその教え子で、ところが途中から戻ってきたんです。やっぱり自信がなかったですよね。南満から 南満州から金県っていうところから飛んでいった。金県からやったこう途中で朝鮮で一遍降りて燃料補給線と日本まで届かんですよね。もう朝鮮で落ちたか、それとも途中で墜落したからね。ないと聞いてたんですけどですね、あるのはあったんでしょうね。っていうのは終戦になってからですね、とりあえず飛行機97でよかったら何とかするから逃げようって言われたんですよ。佐賀のですね、私の3期上の10期やったかな、あの人小宮さんっていう人ね、その人は整備だったんです。だから俺が胴体に入るからお前が掃除して、で飛行機はあるんですかって言ったら何とかするって言われたから、やっぱりガタガタになったり修繕中飛べないやつをこう全部集めて、修理して飛ぶようにするつもりだったでしょうね。それで行きましょうって、それ落下傘はいらんからって言って、軽くしていこうっていうことで落下傘はいらん。それでそのつもりでですね、落下傘を処分したんですよ。落下傘で踏んでしてくれてよって。そしたらそれがバレてですね、何ちゅうことするかという小戦になってからですよ、エーソー入り問題に上がったんです。エーソーじゃなくて謹慎処分で済まそうということで監視付きでですね、出れんごだった。そしたら先輩が軍曹やったんですもんね。小宮さんが飛び降りて探し、お前も探しないとつって言われて、窓からこう顔箱を見てから、落下傘を処分した今謹慎処分になりましたって言ったら、そうか、いや俺もね、あの飛行機部品の集まらんもたべて、けんがそんなことも諦めようって言われて、あそうですかって、そのまま総会場はもう天皇陛下の放送があってから2、3日のうちに武器は全部格納庫の前の広場にですね全部持ってこいって、でも拳銃から何から全部
武器になるのは全部そこに。立ちの悪い舞台です。あそこは大きな軍の倉庫があったんですよ。そこには食料とかがどっさって、それを全部、ロスケが没収して、で、一升瓶なんかはですね、口開けんで、こんなところで、バーンって割って、ガボボボボ。とにかく程度の低いところで。でも、日本人見たら、すぐ腕時計、まず腕時計全部取られたんですね。それからもう汽車の中に閉じ込められて、それでも停車するたんびに回ってきてはマンドリンという銃を突きつけて、金物、磁石とかですね、ナイフ、そんなの全部取り上げ、略奪です。本当の東京だもえ、東京だもえばっかり。世間が今でもロシア人じゃもう嘘の塊だなと思うんですね。そして作業するでしょ。そしたらもうその作業の量とか時間とかもう嘘ばかり言うんですよね。騙す。そういう件がやっぱりロシア語ば覚えにはいかんなと思って、私たち時計のこと、時間、それから量、それから食べ物、仕事の量とか数字とか全部覚えたですね。今でもラジンドバツリーストリーピアチシブンスフロシンジェビジェスラジンナッツ1、2、3、4、5、6、7、8、5、10ですね。それから節約スコルコブラレン、時間は今何時かっていう、ロシア語を知っとかんとですね、騙されるんですね。事前に覚えたですよ。ここがブラゴエチェンスクっていう駅なんですよ。シベリアのね、ここまで荷物をもう運ばないかもしれないです。そしたら熱い氷ね、氷が山みたいにこうゴツ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 で立ち上がっとってるんですね。そこの間を避けながら、そりに部隊が20人ぐらいで引っ張って荷物を向こうのブラゴエチェンスクの駅まで運んだ。それで運ぶときに防寒を着とってんが消毒せないかんということでですね、こういうふうな部屋にずっとその防寒着をぶら下げてですね、下で熱風を、滅菌消毒中かな、なんか、その時にですね、その防寒着を取られるわけですね。日本人が作業しようわけですけど、日本人が取るわけですよ。それで組織はですね、昔の軍隊のまんまの組織なんです。一中隊の一班、二班、三班という。で、私はもう班長、ずっと班長ばかりさせられてですね。ちょっときつかったですね。年が一番若いのに。兵隊は30、40年、兵隊ばかりですね。苦労しましたよ。とりあえずが、消毒終わったから取っていいっていう、取りに行ったらないっていう。ね、誰が取ったかわからないです。の途中でですね、亡くなった人もだいぶいますもんね。いや、そういう人のとこで死のいだんじゃないかなと思います。でないと、とても母感がけないしじゃ、とても生きていかれんからですね。もうふんどしで何でもみんなとっちゅう。いつか聞けなくなることを。このチャンネルは学校教育だけでは語られない戦争体験者の方たちを映像で後世に残すために運営しております。映像を後世に残したいと思われた方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またメンバーシップでは取材費は、本編には載せられなかった映像を公開しております。このチャンネルの応援をお願いいたします。